はい、行きました。ちょっと小さめの波で、まあね、そのスープを越えていくスピードは EPS 速いですね。はい、行きました。おっと、よれた波抜けてカーブで、いや、しっかりヒット。あ、今のいいんじゃないですか。ああいう風にね、よれたとこ抜けながらヒットできるとこでヒットするっていうサーフィンすれば点数がね、ついてくると思うんですよね。はい、あっと、波がね、よれて崩れちゃう感じで、本当に9時まではめっちゃいい波だったんですけどね、やっぱり時間帯ですね。はい、行きましたね。あっと、もう本当に一気にこの時間帯風入っちゃって難しい状態になってます。とか、そのおっと、ファーストターン大きいじゃん。わあ、良かったですね。はい、行きました。わあ、ファーストターン、今のヒット、あ、ツーターン、あ、これいいんじゃないですか。2発目弱いですけど1発目良かったですね。ボトムトップでね、縦の動きを意識してるのがね、よくわかりますね。はい、ちょっと風入って、俺急に、やっぱ昨日と一緒ですね。どうだろう、9時過ぎると一気に、9時、もう10時前ですか、9時半ぐらいから風入りますね。やっぱりサーフィンは早い方がいいですね。リクト、あー、はい、行きました。あー、いい波使いましたね、ファーストから。これ決めたら、わー、決めたらよかったのに。今の決めたらね、もうこの波で最高なライディングだと思うんですけどね。ああいう狙い方すればエクセレントでそうですね。とファーストだ。行きました。ちょっと風やっぱり入ってきたけど抜けてきますね、早いので。おい、行きましたね、ファーストターン。あ、やっぱり早い、いや、早いですね、 EPS。 ファーストターンも早かったし、キレもいい感じに見えますね。今日は朝からね、もうこのポイントはちびっ子たちがもうワンサがいます。まさに道場ですね。ここからみんなプロサーファーになっていく感じで、もう日本中から移住した子供たちもいるし、地元の子もいるし、もう日本一でしょうね、こんだけ朝から揃ってる。もう土日は大会があるんじゃないかっていうぐらいの人ですね、子供たちで。はい、今日の朝の波ですけど、こんな感じでサイズは昨日と一緒ですね、腰腹前後で。面はね、まあちょっとバタついていますけど、まだまだ朝のうちは大丈夫そうですね。もう今日日曜日ということで、各